本動画では液晶テレビと USB ハードディスクの接続初期設定の方法をご紹介いたします。まずはじめにテレビの電源を切ります。次に録画用の USB 端子にハードディスクの接続ケーブルを差し込みます。録画用の USB 端子の位置は製品によって異なりますのでご注意ください。液晶テレビと USB ハードディスクを接続しました。 USB ハードディスクに AC アダプターが付属されている場合は電源コンセントへ差し込みます。続いてテレビに USB ハードディスクを接続した後の初期設定の方法をご説明します。テレビの電源を入れます。それでは初期設定を始めます。まずリモコンのホームボタンを押します。設定を選択し決定ボタンを押します。視聴準備内の USB HDD 設定を選択し決定ボタンを押します。機器の初期化でするを選択し決定ボタンを押します。再確認の画面でするを選択し決定ボタンを押します。キーワード自動録画時間を設定し決定ボタンを押します。初期化の再確認画面でするを選択し決定ボタンを押します。初期化がスタートしました。終了するまでお待ちください。初期化完了を確認し、決定ボタンを押します。録画用 USB ハードディスクとして液晶テレビに認識されました。録画機器選択では、USB ハードディスクへの設定をお勧めします。リモコンの終了ボタンを押します。以上で USB ハードディスクの設定は完了です。本機でUSB ハードディスクに録画した番組は本機のみで再生可能です。他の機器では再生できませんのでご注意ください。また USB ハードディスクを登録解除するとそれまでに録画した番組が再生できなくなります。